こんにちは、ももです。あー、押してるとこだった。はい、というわけで今までは美容デーの1日の動画をアップしてたと思うんですけど、これからは月に1回、メンテナンスデーを作ろうかなと思ってて、もう1日にその自分が美容でちょっとやりたいことをもう朝から夜までびっちり予約を入れたので、今日はその私の美容デーの一日の様子を動画で収められたらいいなと思います。で、今日は1日目は私はまだ私立矯正が終わっていないので、今から歯医者さんに向かって矯正をの調整をしていきたいと思います。じゃあ、ゴー。今さっき矯正できました。今噛み合わせがね全然合ってなかったんで、青いのまたあのつけてもらって高さを出してもらったので、すっごい今喋りにくいです。歯が重なってないから全部。でもゴム掛けも結構いろいろしてもらってるので、ちょっとだいぶまたここから下がってくれるんじゃないかなって思ってます。ちょっとあの歯が下がりすぎなんじゃないかっていう意見もいろいろいただくんですけど、なんかあの噛み合わせ問題もちょっといろいろあるみたいで、今後噛み合わせの部分もちょっとずつ、調整をしながらもう矯正も進めていくってことだったので、そこまで心配しなくても多分あのいいぞっていうことだったので、それを信じて引き続き進めていきたいと思います。ごめんね、めっちゃ滑舌は悪いと思うんだけど、ちょっとまだ今やりたてだから慣れなくてちょっと変な感じがしますが、続いてはネイルに行きたいと思います。前回のネイルがこんな感じのオーロラミラーネイルをしてもらったんですよね。なんか最近流行りの氷ネイルっていうのかな、みたいなのやってもらったんですけど、だいぶ伸びてきたので、ちょっとこれも外したいと思います。これから2ヶ月間ぐらい私会社の研修で工場に入ることになっちゃって、でも工場だとネイルが禁止なので、ちょっとこれを外すので、今回はもうデザインネイルとか全くできないので、ただ爪をきれいにしてもらうっていう、もうそういう爪のメンテナンスだけを、今日はしてもらいに行きたいと思います。いつも通っている天神の大名にあるトイネイルさんに行きたいと思います。次は、矯正中でもできる、ホワイトニングと、まつげパーマをしてもらいたいと思います。やばい、暑い、めっちゃ汗かいた。じゃあ早速いつも行ってるエステサロンのオーシャンブルーさんに行きたいと思います。もう1回あるんですけど、基本こっち系、なんていうか、エステ系のやつが多いです。なるほど。で、今日今からしていくのは美白溶液って言って、酸化チタンっていう成分が含まれている溶液を使っていきます。で、先ほども言ったように歯の汚れを浮かせて落とす溶液となっているので、歯に優しく痛みは全くないです。で、料金が3500円。で、食事制限は全くないので、このホワイトニング終わった後にすぐにお食事されても問題はないです。で、虫歯や人工歯、矯正の方でも歯の汚れを浮かせて落とすので、可能となっています。痛みは全くないです。はい。っていうのが違いになっています。はい、だいたい10番以降、10番以内ですね。10番以内になってくると、みんなに気づかれるぐらい白くなっております。でもワイヤー白なんですね。ワイヤー白なんですよ。じゃあいいですね。ワイヤー白だから、ここら辺とか。18番。でも全然白い。平均が26とかなので、18番ですね。18番、
18番です、はい、本当に矯正してから、うんうん、やっぱああ基盤だなってめちゃくちゃ思ってて、でも私矯正してたらできないって、うん、あの認識だったんで、はい、ホワイトニング系ダメって思ってたんで、うん、こういうセルフ系のやつも、うんうん、これできるって知らなかったです。そうなんですよ、できるのでよかったです。なんか白くなったっていうか、汚れがあの隙間の矯正の時のワイヤーのここの間の汚れがあったんです、ちょっと茶色い、はい、ちょっとそれが取れた気がする。綺麗、うん、マシになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。では10番わかります？10番誰ですかね。いや矯正外したらもうちょっと頑張りたい。予選終わったらもっと頑張りたいです。もうなんか枝毛っていうか切り毛すごくて、でも変わるんですけどやっぱこう今本当に蓄積が結局なるので切るに越したことはないんですけど、はい、本日の美容デーメンテナンスデーの一日は以上です。ちょっとね動画がね途中撮りたかったんですけど、もう撮る時間がないぐらい結構詰め詰めで予定を入れていたので、なんか慌て慌てで移動してたところがあって、全て綺麗に撮れなかったんですけど、今日は個人的に今まで本当に矯正中なかなかホワイトニングができないと思っていたのが、今回初めて矯正中の間にホワイトニングをしたんですけど、結構1回でもかなり汚れっていうか黄ばみとかくすみ、歯のくすみみたいなのが取れたので、一気にこう歯がなんか真っ白になった気も、なんか1回にリフレッシュ
された感じがしてね、いやもうこれはすごく良かったです。ごめんなさい、まだ滑舌がちょっと悪いんですけど、まあ、もし矯正中の方でもホワイトニングしたいという方ももし福岡でいらっしゃいましたら、あのエステサロンのオーシャンブルーさんでできるので、よかったらぜひ足を運んでみてください。はい、まあ今日は一日詰め込み美容デーでした。次はまた肌管理とかの日もまとめてやろうかなとかも考えているので、その時はまた動画を回したいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Took me a second, but I realized that I'm still the same man I was.